やはろー、どうもこんばんは、アニメリアクションこと、マジアルギハマーです。はい、現在ですね、2024年の1月15日、月曜日の午前2時25分になろうとしてますね。はい、今日は響き本人の斉藤葵の誕生日です。先ほどドッグシグナルの12話、そして今、異世界でモフモフなぜなぜするために頑張ってますのにはですね、見終えて、もう一回見ながらの感想あらすじを書き終えましたので、はい、ここからは休日の悪者さんには D アニメストアで見ていきたいと思います。はい、軽く先に自己紹介。はい、僕の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かして目覚ましてみ生放送などテレビ30本以上出演。そして深田ポーコさんと CM 共演まで果たしてます。で、今仕事がなさすぎて、アニメのリアクターやってますけれども、リアクターとしては多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の伸びなさ、そして再、チャンネル登録者数の伸びなさですね。はい、もうこれによってずっとメンタルバチボコ、毎日やめたいやめたいとは思ってますけども、それでもね、諦めずに一日も休まず動画投稿を続けてますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。なお、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。また、わけのわからないタイムで広告入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ、同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認いただくということでお願いします。じゃあ行きましょう。3、2、1、スタート。あ、今ちょっとここ割れてて、指鉢できにいて。いやー、1話はめっちゃワロだね。めっちゃワロだ。でまたこのオープニングのなんかこうしんみりさがいいね。悪者さんじゃ浅沼慎太郎さんやったな確か。イブドット。レンジャー、暁レッドと、これ空と、麦やったっけ？ちょっとキャラクター表出そう、ホームページ。空と麦やね。将軍が悪者さんやね、多分。ああ、同僚や。OK、残念。本日公開、上野の動物園赤ちゃんパンダ。you
定時を過ぎてる。俺がやっといてやるとか言うんちゃうか。むちゃくちゃええ上司。お土産。これ暁リットもこれくれへんかった？溶けたな。チョコレートって書いてあるな。あ、クッキーじゃなくてチョコか、これ。形がパンダ。賞味が来るまで部屋に飾りました。自分もあの響けユーフォニアのクッキーがそれやったな。2日3日切れてから食ったかな自分は。あれ、なぜだね、もほもほの1話か。はあ、パンダ飼いたい。あパンダがいっぱいパラダイス。ひどく疲弊しているため思考力が低下しています。一緒にゲーム、一緒に花見。悩みを聞く。飲み会。一緒に旅行。
あ、そのまま寝落ちしてたんやね。パンダのポスター貼ってるのめっちゃおもろいな。簡単に有給取れねえな。あ、サムネイルの少年や。ほう。年間パスポート分かった。15分後。30分後。1時間後。2時間後。尻尾が全く見えへんのね。充電あれへん。あ。あ、充電切れた。ほんで尻尾見えんちゃう、ここで。やっぱり。あ、少年もなかなかやるやんな。ズーソング。3時間後。白や。少年も一緒か。何のグータッチやねこれ。スタッフもいい笑顔だね。何回言った、戦いだったと報告書に記した。
地球人あ、ここやな、サムネイル。全然悪者さんじゃないよな。あ、サブタイトルや。グータッチや。ウサギこう垂れるね。赤すぎるってよ。
それはあかんわ。温泉卵か。エコバッグがパンだよ。ありがとうよ。作って食わしてくれるのかな。傘を持ってきてくれた。さ、むちゃくちゃ方向音痴やからね。あ、また。ルーニーって誰や。あ、大西沙織さん。どれ、あの飼育員かな、ウサギの。聞き覚えある声やな思ってんけど、大西沙織さんもよう出たな。あれ？次回予告あったっけな、これ。あ、山野さん。冬の魔物たち。はい、OK。あ、ルーニーってあいつか、あの同僚のやつやね。はい、ということで、まあ、まずはあの、この悪の組織の新人君が、まあ、母上様みたいなね、感じの、ああいうのなんちゅうの、まあ、母への手紙パターンのナレーションね。で、まあ、入れたと。で、まあ、将軍はまあかっこいいみたいな感じだったけども。まあ、その将軍で絵の悪者さんはの、まあ日誌に書いて、あ、じゃ、将軍は将軍で、上野の動物園の赤ちゃんパンダ公開日やったから、あ、有給取っときゃよかったなっていう後悔をしている時に、まあ、多分早く帰りたかったのね、とにかく。そんな中で残業しとったから、これは急ぐ案件ではないと、これ、長期戦になるんだということでね、もう帰りなさいということで、まあホワイト企業やね。
まあ、そして新人君が、動物園に行ったと、その、将軍の日誌を見てね。でパンダのチョコかな、お土産でこの時来たものの、これを食えというのが地球人かというので賞味期限の日まで飾ったと、うん、この気持ちはよくわかります。でさっきも言ったように自分もあの響けユーフォニアムのクッキーがもう食えんくてね、もったいのうて、で結局賞味期限3日切らしてからやっと食った感じでした。で次が、休日に年間パスポートを買うて、じゃあまずはパンダを飼いたいという妄想をしたんか、やけども、飼うんではない、友達になるんだと、なんか一緒に花見だとか、一緒にゲームだとか、なんかそんな想像しとったね。まあ共に、まあ、人類を滅ぼしてからパンダと共になると、まあこの辺の決意がどうな、最終回の方で出てくるんかな。そして、休日にパンダを見に行き、尻尾の色がほんまに白なのかどうなのかを確かめたいがためだけに、3時間ずっと見てた、そこで横にいた少年も、ああ尻尾白やということでグータッチ、思わずねスタッフさんも笑顔になると。そして、次がふれあい広場に行ってのうさぎとのふれあいによって、うさぎもほんま可愛すぎくらいですよねこれね。まあうさぎにもどうなるね今度はね、会社に導入したいって言ってたけど、まあこれでまたね将来獣医になりたいっていうのに、お母さんが無理やと言ってるんだという少年を先生呼びする優しさね、先生教えてくれと。まあいつかねこの、パンダとウサギと触れ合って、人類を滅ぼした時にこうあの一緒のこの想像の中にあの少年がいたのよかったね。まあそれでもやっぱり人類が滅ぼさなければならないと、うん、まあどうなんかねそのほんまに人類を滅ぼさなあかんのかっていうのは今後またいろいろ変わってきそうね、なんかそのいろんな触れ合いによって。そして、最後は雨宿り中のレッドに、喧嘩というか、まあ、戦いをねまたふっかけられるも、卵が割れたらどないすんねんってことで一旦帰って待ってろと。で傘と、傘と何持ってきたっけな、もう一個なんか忘れたな、それと茶菓子ねを持ってきた。本当に戦わないんですか、戦わない、今日休日だからだというオチね。これ全部今日は休日だからだ的なオチで終わんのかな。まあでもあのバトルシーンはなかなかったね、冒頭の時めちゃくちゃ強いね将軍。これ会社どこにあんのかだとか、なんで普通にマンションに住んでんのかとかもねまあ気になるけど、あんま気にせんでいいかなこのアニメに関しては。まあまああのあとね毎回なんかこうほのぼのさせられるのがいいですね。あとどこに誰使ってんね、多分今回あの飼育員よね、ウサギの大西沙織さん。前回に関してはねコンビニの店員があの遠山奈央さんでしたからね、ちょっとこの辺もまあこのアニメの見どころかもしれませんね。はい、ということで休日の悪者さん2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょいで自己紹介します。興味ない方は切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段やればできる諦めないつやりたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在はコロナの影響で約3年11ヶ月仕事が全くありません。貯金と節約生活だけでなんとか生きてますけども、貯金もだいぶ減ってきてます。まあそんな自分の本業も知って、ぜひとも応援していただきたいということで、説明文にある URL をクリックしていただいて、ぜひ本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてます。ぜひ見てください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートした今日で1390日目と長いことやってます。ただこのチャンネルもっと長い。2009年の4月25日、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしておりますが、コロナで一気に仕事がなくなってから、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションスタートしてからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画、自ら全然削除させられると地獄味わってます。なんとか乗り越えたものの、未だにずっと地獄で、ほんまに信じられへんぐらい再生数とチャンネル登録全く伸びてません。まあこれってね、もうずっとメンタル粉々、しんどい、やめたい、ずっと言いながらね、そして、おととし4月25日には一度引退宣言も出したものの、それでもね、やっぱりやればできる諦めない伝えたいと思って、コロナにかかろうが、インフルにかかろうが、一日も休むことなく、リアクション動画を投稿し続けてます。何卒応援のほどよろしくお願いします。はい、以上、アニメリアクション人こと、マジアドビのハマーでした。最後までご視聴しまして、どうもありがとうございました。それでは、失礼します。